超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこの種を育むのはあなたお待たせをいたしました田中康雄の「日本最高」「日本最高へのシーズン」の時間でございます。 今週は久方ぶりに私が1人でお話をするのですがテーマは何かといえばですねずばり生活保護の在り方に関してでございますこれは、えー「日刊現代」というですね有観誌で私が連載をしている「日本・開国と」とこの中でこの生活保護の状況でいいんだろうかということを書きましたところ大変多くの方々からですねお思ってた通りだとかですねよくぞ言ってくれた。 まあ中にはですねどうしたんだよお前急に変わったのか終支外かというような意見がありましたけどそうではございませんまあもともと田中康は皆様ご存じのように社会的公正とですね経済的自由を同時に達成し混迷する日本に躍動感ダイナミズムを取り戻そうと言ってきたわけですね。 えー、いわゆる弱肉強食な優勝劣敗の心中主義というものは逆に勝ってしまった人だけはですね結果としてその大変な巨額な利権というものを手にし続けたいのでこれもまた既得権益だと。 一方で,です、ね、一律平等派の人たちも実はです、ね、努力をするということに関して甘えが生まれてしまうとこの一律平等派も既得権益になってしまうのでその意味においては、俗議員だけでなく、まあ、企業団体献金という言い方をしますが私は企業団体労働組合献金というふうに言い換えなくちゃいけないということを言っておりますがこうした人たちとは違う切磋てくまの社会にしないといけないということですね。ちちょっととこちらをご覧をいいいたただきたいと思いますこれ これは全国の生活保護世帯の人数なんですね平成元年は65万世帯でした平成12年というのはちょうど2000年になったとして75万世帯 まあこの翌年に小泉竹中構造改革路線が始まるわけですが平成17年、小泉氏が退任をするときには100万人の大台に乗って平成20年が115万世帯ですで、実はこのフリップを作成した後ですね、厚生労働省の速報値ではなんと平成21年度末にはですね130万世帯に達しているとすなわち20年余りで,ですね生活保護世帯は2倍になってしまっているんですね。 で生活保護ということはこれは本来とても大事なことだ。 というふうに言われておりますおっしゃる通りなんでございますが実は生活保護が既得権益のようになってしまってはいけないんじゃないかということを申し上げていますこちらをご覧いただけるとよろしいかと思うのですがなんと、えー、生活保護大阪市にはですね10万3 0世帯余りがございまして生活保護を受けている受給者というものが13万人を超えていますで、まあ、たまたま私が新たに暮らすようになりました天ヶ崎市というのは世帯数が約20万 世帯なんでございまして50万弱の町でございますがここになんと生活保護世帯がですね1万世帯を超えているんですねそして約1万5000人近い人たちが生活保護であるという形ですそしてこの生活保護の費用がです天、ね、ヶ崎市だけでも年間270億円に上っていると日本全体では3兆円にも上っているんですねまあ、ご存知のように、えー、北海道あるいは福岡県 ととといいったところは生活保護が多いと言われてておりまして政令指定都市の中でも札幌市あるいは福岡市というところは多いと言われてますがその中でもまあ大阪市はずば抜けている、えー、ずば抜けてるというのは普通褒め言葉になるはずなんでございますけどそうではございませんね。 そしてなんと東大阪市と尼崎市というのも生活保護の世帯の方が多い、えー、もともと生活に困窮している方が多いからであろうというふうに言われてきたんですがこれらの町ではです、ね、大阪東大阪市も尼崎市もなんと先ほどお見せをしたように20軒に1軒のうちが生活保護世帯だということです。 では生活保護の方というのは実際にどのくらいの保護を受けているのだろうかということをちょっとこちらをご覧いただければと思います。これは厚生労働省がモデルケースとして示している場合なのですが例えば夫が33歳妻が29歳、えー、娘が4歳というような場合にはですね、えー、月の生活扶助額だけで16万2000円もらえるというふうに記されています。 がですねこれだけでは実はないんですね、えー、住宅扶助というのがありますまあ、通常こういう方は自分で持ち家というわけではないので家を借りているとするとこうした3人家族の場合にはですね住宅扶助はですね6万9800円出るですねまあ、これは東京の場合でございますが大阪とてだいたい同じような額が出ます そして例えば仮にこのお嬢さんが4歳ではなく小学校の義務教育に行っている8歳だったとしますすると教育扶助というのがですねですから全部で合計いたしますと24万2700円3人家族で、えー、扶助が出る。 で生活保護世帯というのは皆さんご存知のようにですね無税でございます、まあ、もちろんお買い物をすれば消費税は支払いますがいわゆるですね住民税をはじめとする税金は徴収をされませんそしてもう一点これも私は存じ上げなかったんですがですね大変に驚いたんですが医療というのはですね医療機関に病院等にかかる。 これは全額無料になるんですねこうしたクーポン券があって医療機関に持っていくとすると医療機関はかかった分をです、ね、それを市役所なりです、ね、都道府県の町村の場合には地方事務所に渡してそこからお金が支払われるという形であります。 そして先ほど教育扶助もです、ね、小学校の場合中学の場合にはこれがまさにもっと多くなんですが教育扶助だけで1万2,300円あると言いましたがそれ以外に給食費費費でであああっっったたりりるるいいは教材費であったりというう用も出るようになっていま,すまた新たに出産をされた場合あるいはその生活保護世帯でお亡くなりになった方がいた場合の総裁扶助あるいは出産扶助という金額も出る形になっているんですね。 で確かかにに生活に困窮ししていいるる人がいるかもしれませんそして先ほど言ったようにわずか20年間で2倍になってですねそして昨年はですね平成21年度は平成20年度に比べて1.5倍の速度で生活保護を受ける方が増えているわけです。でも え小さなお子さんがいて3人家族で住居扶助を入れると23万円ほどになると申しし上げました例えばタクシーの運転手さんをなさっている方尼崎のみならず東京都内でタクシーの運転手さんをなさっている方もですねそれだけの給与所得になってない方は大変いらっしゃいますましてやその中からさらに住民税であったり所得税であったりを支払いそして健康保険であったり年金であったりを支払ってるという形であります。 実はこの私が原稿を書いたりあるいは今日の番組で取り上げることになった時にはですね尼崎の実は医師の方々に講演をいたしましたでこの時にこの生活保護の話を、まあ、ありていに言えば少しおっかなびっくり私は話したんでございますが非常に多くの医師の方がうなずくんですね。 まあ、尼崎には大中小の医療機関があるのである意味では20件に1件の方が生活保護なので大変に頻繁に医療機関にいらっしゃるとある意味では医療機関の人はそれである意味では、えー、診療をしてですね収入を得てるという存在なんですが彼らとしては非常にこう理不尽な思いであると。というのは生活保護を受けている人が生活保護 だから、えー、爪の赤をおに火を灯ませというのではないけれども大変に豊かであると。 その実際に不労所得のようになっていて働いていないのに昼間から優雅にパチンコ屋さんに行かれたりお茶を飲みに行ったり医療機関に日課のようにお越しになってましてや昔は例えばクーラーがあってはいけないと言われましたがクーラーがあるということは現在はエアコンがあるということは認められておりますしあるいは車を持つということもですね医療機関に行くような場合という条件のもとで持てるようになると大変な立派な車を持ってたりすると。 えー、ぜひ冷静に聞いていただきたいんですが妬みそねみということではなく一方で難病の方がいる働いていても難病で国のさまざまな難病に関しての施策があっても全部はカバーされていないので自己負担というものがあると大変に苦しい人たちがいるとするならばまさに、えー、実は、えー、働かざる者食うべからずと言って切り捨てるということではなくですね働けるけども働きたくない。 というような人たちがいるのではないかということを現場の方々が非常に感じています で先ほど尼崎市では年間270億円が生活保護の医療費も含めた費用だと申しし上げました通常、自治体は今は財政が苦しい苦しいと言って,てですて、ね、財政改革をするとかさまざまな福祉サービスのみならずいろんな老人パス等を切り捨てなければと言っていますがなぜ生活保護に関して苦しいという声が自治体から上がらないのかというとこれは表向きは4分の3を国が負担をするとなっています。 で4分の1は自治体が負担をする市の場合には市ですえ町村の場合にはこれは各都道府県の地方の現地機関が担当しますのでえ県になりますがしかしこの4分の1もなんと全額交付税措置されてるんですね。 ですから生活保護というものは全額国が見ているという形ですえ、そしてこれが現在130万人になって3兆円を超えるという金額になってきてるでも自治体としてはお金がただ通り抜けていくだけなので えー、よく皆さんも自治体のです、ね、方の車座集会やタウンミーティングに行くと市長や町長がですね「いやもう扶助費というものが大変な金額になってるけれども扶助費は削ることができないんです」と言ってますけど何のことはない国から全額来るわけですから扶助費は削るはずもないという形になっています。えー、では福祉事務所というところでここでケースワーカーをやってる人たちは「いやこの人たちは、えー、市の職員じゃないか県の職員じゃないか」って皆さんおっしゃるかもしれませんがこのケースワーカー ワーカーワカと呼ばれる福祉事務所実質的には福祉事務所という名称は私も知事になる前はです、ね、いろんな高齢者の福祉であったりです、ね、障害者の福祉であったりもやるのかと思っていたら何のことはない福祉事務所ののののケーーースワーカーの人というのは生活保護の担当なんですねでこの生活保護を担当している福祉事務所の人の人件費というものも全額国が負担をしています。 ですから、えー、危機感が自治体にに生ままれなないいいという形になっています、えー、誤解を招かぬように申し上げれば例えば体が不自由である方こうした方は私たちと同じスタートラインにつくことができませんからこうしかしながらそうではない方というものは後ほどまた繰り返し述べますがベーシックインカムのようなものを私たちは導入していかないといけないんじゃないのかということですね。 と申しますのは生活保護になられている世帯がですね翌年に生活保護世帯から脱却する率というのは大体10%です。1割もあるのかっておっしゃるかもしれませんがこの中にはご高齢の方もいらっしゃるので生活保護世帯で亡くなる中の半分すなわち全体の5%は死亡に伴うものです。そして残りりのの約3%くらいは他の自治体に移り住む という形でその自治体では生活保護ではなくなるという形です。でですので 収入を売るようになったことによって生活保護から脱却する人というのは生活保護世帯の毎年わずか2%程度でしかないという形ですですから生活保護世帯はどんどん増えていくという形になるわけですね確かに個別の事例というものを聞けばあそこにはさまざまな事情があるのかもしれませんしかし私たちの日本は以前にもお話をしたように2055年にはなんと日本の人口 これも注意推計という形であるので比較的減り方が少なかった場合に9,000万人大変に減ったとすれば8,000万人くらいになるという説もありますすなわち今1億2,000万人だと仮に仮定をするとですねこれからの45年間でなんと人口はですね3,000万人から4,000万人も減っていく。えー 26日のですね昨日の衆議院の予算委員会の質疑においてもこの問題を取り上げたのですがこの番組よりもはるかに短い時間の中で生活保護の問題ベーシックインカムの問題そして日本国の問題を取り上げたので駆け足でありましたけれども。 すなわち人口構造はピラミッドの逆ピラミッド型になっていくわけですから生生涯のの間に出出出産産ををさされれる1人人女性が出産をされる合計特殊1.26ですね現在は1.3いくつになっているといいますけどこれは非常に一時的な現象であって段階ジュニアの人たちが結婚をして出産をするという時期に差し掛かってるからですから人口は逆立ちをしても増えることはありません横ばいということもありません。1.26 ですから激減をしていくということであると年金の制度をいかにいじったとしてもこれは私たちの制度はうまくいかないということです。とするならば今までの年金の掛け金を払ってきたものをこれは日本航空のまさに年金と同じような話でありまして一旦ここでクローズをしてです、ね、皆さんに対してです、ね、それはお支払いをするかあるいはこれから毎年お支払いをしていくというような形にするか。 というう中でベーシックインカムのようなものを導入すべきではないいかととうことでありますご存知のようにベーシックインカムというのは例えばですね、えー、今日はちょっと前回を使ったフリップを、えー、持ってくるのを忘れてしまったのでございましてごめんちゃいでございますけれども、えー、例えば月額5万円生まれたばかりの赤ちゃんから、えー、おじいちゃんおばあちゃんに至るまで月額5万円年間60万円という形になります。 そして、仮に、もう所得税というものに関しても、これは自営業の方もですね、企業用所得者の方もですね。一律三割という形にするとします。非常にシンプルな形にしたという場合には、年収二百万円の方は、三割取られると、二さが六十万円取られます。しかし、ベーシックインカムで六十万円もらえますので、自分の実際に使える収入は二百万円という形になりますで。これを上回る所得の人たちは、働けば働くほど、逆にきちんと。 と自分が自由に使えるお金は増えていくという形です。よくベーシックインカムを導入するとですね、これは、えー、みんなノホずになってですね、働く気分がなくなるんじゃないかと言っていますけど、そうではありません。小さなお子さんも例えば子供手当というものは年間来年度になるとです、再来年度になると5兆円もかかるので大変だと言ってますが、現実問題生活保護は年間3兆円ずつ放出されているわけですね。そして生活保護世帯は子供手当も また先ほどの教育扶助以外にもらうことができるという形でありますからこれは大変なな金額になってしまいまいすそして子ども手当というものは皆さんご存知のようにですね高校生になったらもらえないというある意味では格差社会を生み出すような話になってしまうわけですから一律むしろシンプルな形でこの世に生を受けたならば一律毎月5万円これは最初3万円でもいいわけです。という形で行ったとして年間大体 60兆くらいになります。 そんな金額出せるわけがないっておっしゃるかもしれませんがいわゆる厚生労働省が国として担当しているだけでもえー、社会福祉のですね、社会保障の予算というものはもうすでに25兆円を超えているという形でありますここにそれぞれの自治体が行っていることあるいは教育に関してのさまざまな施策の扶助というようなものがありますこうしたものを入れていけばベーシック化も入れることによって現在日本には生活保護 を担当している。えー、方々ケースワーカーの方々だけで、自治体に1万5000人もの職員がいます、えー、現在の政権というものに皆さんがいささかげんなりされているのは、例えば公務員のえー。 人権費抑制をする公務員を2割の費用をカットするという言い方をしてますがこれは国家公務員に関してだけで地方公務員に関してはちょっとも語られてないんじゃないのかということがあると思いますで、これは自治労と呼ばれるような大きな組織に遠慮しているのだとしたら今まで自由民主党に対して大きな企業に遠慮してんるのではないか とといいいうう言い方をしていたけども同じことではなかろうかろ、えー、日本経団連は、えー、企業献金というものをやめるということを言い出してますけどある意味ではこれは現在の与党に対してもブーメランのように戻ってくる話でありまして企業団体献金という言い方だけだったので今までは企業とあるいは不動産や建設会社の人が作ってる団体だけかと思ったけど本来的にはこの団体の中には労働組合も含まれてるわけですね。えー、これをより分かりかやすくすすくるるためにには企業団体労働組合献金といいう言い方にする必要が 北海道の教育の組合をはじめとするところの問題が出てくる中においてこれはブーメランのように戻ってくるかもしれませんでこうした中においてですね現在子ども手当の問題に対しても皆さんはとても疑問を持っているあるいはもっと申し上げるとですね農家の個別所得保障というものは私はですねこれは一応連立政権の与党の中の一員ですが政権を奪取する前からですねこれは非常によろしくないという というのは知事の経験時代に戻るとです、ね、例えば県の職員をご主人がやっている奥さんはです、ね、県の教員をやっている。 でこういう方ははっきり言ってですね地域の所得の、まあ、ダブルインカムというだけではなく大変な県民所得よりも多いわけですねそしてこういう方が、えー、父親から受け継いだ土地を持っていて日曜日に、えーまあ、トラクターを30分くらい動かすとこれは立派な兼業農家になるそして、えー、いわゆる減反政策にもきちんと貢献をしているということになると個別農家の保障が来るわけですね。ででも本当に農農薬の農業をやっているあるいるるあはは米ではなく大 伊豆という、えー、日本の自給率が最も低い、えー、お豆腐の原料を作ってるような人そして友人からも土地を借りてさらに元農薬をやっているというような人たちはこの対象にならないということになるとまさに働かざる者食うべからずではなくてです、ね、働く者食ってはいかんというような話と同じことが今起きてきてるのではないかするとこれは社会的公正と経済的自由を同時に達成していくということとはだいぶ違うんじゃないのか ということを皆さんが感じてきているということではないかと思います。 ですからきめ細かいと呼ばれるのはきめ細かいというのはある意味では同じスタートラインに立てない人たちに対してきちんとするそしてそ,その他の人たちに対しては一律平等とは違う意味でベーシックインカムのようなものを導入することで生活保護という制度を良、ね、い意味で解消していくそのことが結果として難病であったりあるいは真面目に働いているタクシーの運転手や警備員の人たちよりもです、ね、生活保護世帯の方が優雅な生活をしている。 ということを解消することになるのではないかと私は思っていますまあえー、以前から申し上げてきているようにスポットライト症候群ということを繰り返し申し上げてきましたこれはスポットライト症候群というのは、えー、戦略や戦術がないにもかかわらずテレビのライトは見るとつい上記をしてですねその瞬間思ったことを言ってしまうという状況が、えー、官房長官のみならずですね多くの人たちに続いている気がしますけれども 同時に政権が変わってからもうすでに6ヶ月経ちました。 先日予算委員会の場でですね国土交通大臣がご存知の町村信孝さんがですねこんな公共事業政策でいいのかと言ったら当たってもいないのにやおら立ち上がってきてですね仁王立ちになってですねマイクの前で何か喋ろうとしたので町村さんが大人の対応でもう持ち時間は終わったので私もし時間終わったけど何か言いたいことありますかと言ったらですねもう息席きってですね君たちの政権の間に一体いくつのダムを作ったんだいくつの 橋をを作ったんだだだこのの維持費だけででも大変だというのをですね数字をですね全部暗記をして言ってその後もずっと仁王立ちになってましたでも私はこれを思った時にですね自民党のみならず民主党の側からも失笑が出たんですがどこの会社にですね自分がですね社長になって半年も経っても前の社長がひどかったから俺は何もできねえなんてことを言う人がいるかってことですそれは全てを背負って本来リーダーになるという覚悟が必要だということです。いささが手前に 味噌に聞こえるかもしれませんけど私だってです、ね、山国で知事になった時に財政状況悪化してると聞きましたけどまさかもう利息だけで1日1億3000万円も払ってるなんて知りもしませんでしたけども1億3000万円も利息だけでも払ってますよということは言うにしても前の人がひどかったからということはじゃあ前の人に1票を入れていた前の政権に1票を入れていた国民を愚弄するという話になってきてしまいます。 ですから世の中が変わって長い目で見ようと思っている人たちもですねいささかげんなりとしてきているというのはですねやはり大きなですね覚悟というものがどこにあるんだろうか。 そしてこれは事業仕分けの時から繰り返し申し上げてきましたけれどもダムを作る作らないという丸抜式という話ではなくじゃあどういう治水をするのかという全体のビジョンというものを示さないでこれはやりますやりませんと言ってるのではネズミ捕りのような話になってきてしまうのではないか。 ということですえ、そしてまた国のダムはやめますと言いながら現実には香川県の小豆島の内のみダムという内側の海という内海という字を書きますがこれはわずかなんと3キロしかない川ですそしてすでにそこにはダムが1つありますにもかかわらずそのダムのを上回るダムをそのダム湖に作ると言ってますでも現実問題としては多くの実例から現れているように横の川の 河川改修がしていないので下流域がそのことによって床下浸水になってしまったという事例がありますしかしこの香川県は現在の長野県同様に財政難にもかかわらずこのうちのダムの本体工事に着工しましたでこの時にですねこれは極めて残念なことであるということしか現在の内閣が言えないということはここにもダムを作ることには国の税金がなんと7割も投入されているわけです国の税金が入っているにも にもかかわらず地方分権だから地方自治だからということでこうした問題に意見を言えないというのでは一体どこに覚悟があるのか一体どこに国民がいるのかということになりますあるいはもっと言うと自分たちに協力をしてくれれば 公共事業を増やしますよと言ったり自分たちには協力しないところには公共事業を減らしますよというようなことはこれは逆に言えば有権者というのは反対側に入れた人も含めてそれらの人々のためにですねあまねくそれは悪平等とは違う意味で行うというのが政治でなくてはいけません。 福井県はとても聞き分けが良いので公共事業を増やしたけれども横の石川県は公共事業の箇所づけはすごい少なかったなどということが日本経済新聞の一面に載ってしまうというのはあまりよろしいことではありません。そしてまたこのなんと石川県の来たる現在選挙戦中に入っている知事選においては自民党も公明党も民主党も同じ現職の人を応援するという形になっているのですからその意味でいうと公共事業の箇所づけという点からしても整合 不が取れていないということです、えー、ロジカル論理的であるということは、決して人間の体温がないということなのではありません。ある意味では自由民主党というものは閣内においてもあるいは党内においてもいろんな意見が百科総命でした。それはその中には利権っぽい人もいたのかもしれません。しかし、いろんな意見が出てきても。<laughs> リーダーは沈黙の孤独を守っている中で意見が修練をされていく形でした残念ながら現在の政権というものはみんながいろんな意見を言ってるので意見が拡散をしていくだけになってはいないかという話がありますそしてある意味では労働組合出身の方そして松下政経塾出身の方というのは意外と答えは最初から一つしかない というふうに思っていてよし確認獲得というような言葉になってきますがこれこそはまさにアルゴリズムという問題になってってしまうのではないかと思いますそしてそのことはトヨタ自動車の今回の問題というものもまさに消費者がその瞬間ブレーキを踏んだならばブレーキを踏んだ消費者の方が技量や運転経験は少なくてもそれを優先するというフェールセーフの発想になってなくて結果としてアクサリが踏,、ま、踏んでいればでも踏み込まれた ままになっているかもしれない車というものがあるときにその現場にいる人がブレーキを踏んでもやはり我々技術者供給側の方が鋭いものを作ってんだからその機会に過ちはないという結果としてですね、不幸を生み出すようなプロダクトアウト製造側の都合になってしまうところがあります供給側の都合ではなく消費側の希望に出だしたコンシューマーインの政治やものづくりをするということがまさに問われているわけでしてその意味においても生活保護という 一律平等ではない切磋琢磨の社会を作らなければいけないということを今日は改めて痛感するそのお話をさせていただきましたそれではまた来週日本最高お楽しみに日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたです あなたの1票で日本が変わる。